週木曜ガールズサーズデイ、毎月第3木曜日、毎週ユナのユナイトミュージックの時間です。この番組は毎回素敵なゲストさんを招きして、私毎週ユナがたっぷりとお話を伺っていきます。イエーイ、ありがとうございます。さて、私毎週ユナはユニットを今は 1,2,3,4 つ掛け持ちしてソロ活動もして、あのゆるキャラのアテンドのお姉さんやったり、いろんなことをやっております。そんな私と60分間最後までよろしくお願いいたします。なお、この番組は皆様からのコメントもお待ちしております。ショールームをご覧の皆さん、コメントをよかったらお送りしてください。その他にもこちらのメールアドレスにお便り、コメントをお送りすることができるので、ぜひどしどし応募ください。それでは早速今夜のゲストさんをお招きします。ゆりさんです。わー、透明な上がる。こんにちは。はじめましてじゃないね、こちらは。はじめましてって書いてある。まあ、私たちお久しぶりでございます。何十年ぶりかの再会でございます。ということで、まずは簡単に自己紹介をお願いします。はい、都内を中心にライブ活動をしております。ソロで歌ったり、ヤマトのゼシコというユニットで歌ったりしておりますので、一緒ですね。一緒です。いっぱいやってる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆりさんです。いや、今日このゆりさんってゲストが決まった時、はい、だいたいこの番組のなんだ1ヶ月前の放送で、次回のゲストはところここに書いてあるんですよ。でゆりさんですって書いてあって、ゆりさんってあのゆりさんかなってずっと思って、したらツイッターとかね教えてもらうんですよ。このなんていうの、ゲストを決めてる方から。あそれで、あ、ゆりさんやと思って。ゆりさんだった。最近、山田のデスコさん、会ってないな、とか、ゆりさん、久しぶりすぎんと思って、でも、覚えてるかなって、ちょっと、なんか、そのユニットのダンサー的ポジションで、そのメインではなかったから、その、覚えてるかなと思ったら、覚えてました、覚えてました。今日会ったら、お久しぶりですって言ってくれて、あー、よかった思いながら楽しみにしてました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。え、今日歌歌われないんですよ、はい、ゆりさん歌ってほしいよね。ねえちょっと今度またリベンジしましょう。ゆりさん歌うの回でじゃあ今度は、うん、ゆなちゃんも一緒に、やば、一緒にコラボしよう。コラボしましょうか。コラボしましょう。楽しみ、はい、ゆなもその時はね素敵な和装をして、あ、大和なでしつこ風で行きたいなって思います。好きなんですよ、和服が。あ、そうなんですね。だから個人的にもうその対バンしてる時も、あ、素敵だなって見てて最高です。ありがとうございます。今日髪飾りお揃いです。お揃いでもない、大きいリボン、大きいリボン、本当白黒でお揃いで、偶然で、偶然のお揃いでございます。と、はい、いう感じで、キャユリさんとユナの1時間トークを楽しみにしていてください。よろしくお願いします。はい、ではね、まあいろいろ聞いていこうかなって思うんですけど、はい、結構ファンの皆様も、まあ、ゆりさんも活動長いので、はい、ユナも長いですけど、なんて言うんだろう、いろいろなこと知っちゃってるんじゃないかなって思うんですよ。そうですね、ちょっとなんか知らないとこまで掘りたいんですけど、ちょっとなんかユナがゆりさんとこうやってなんかマンツーマンで喋ることが、その久しぶりだし、その時代も全然なんか深くは喋らなかった。そう、お互いユニットだったりするとユニットで固まっちゃってるからね。そこまでの話はね、実はしなかったりで、そうしてなかったんで、うん、掘れないかもしれないんですよ。その時は本当申し訳ないんですけど、あの写真の心と思ってね、ゆりさんファンの方も、ゆりさんファンで今日久しぶりに見たよって方とかね、あ、そうなんだっていう感じで知っていただけたらなと思います。じゃあまず、はい、初めて音楽に意識して触れた時のことを教えてください。意識して触れてみて、うん、見た時のこと、うん、なんだろう。そうですよね、やっぱ歌って子供の頃からやっぱいっぱい歌ってきてるじゃないですか、うん、お母さんとかがね、うん、歌って聞かせてくれたりとか、うん、テレビ見て聞いたりとかなんですけど、自分でやっぱ歌おうとか歌いたいなとか歌ってる時を意識した時って、やっぱりなんかもともとアニメ大好きなんですよ、うん、アニメか。でアニメが大好きなので、結局アニソンをそのアニメの主題歌とかを
歌ってましたね。なんかそうだよね。そう、普通になんか道歩いてる時とかでもなんか歌ってましたもん。ルンルンでね。ルンルンで、そう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 。ちっちゃい子歌えますよね。ね、そうなんですよ。いや、アニソンって結構私も好きで、アニメ見てなくてもアニソンが好きって、なんかカラオケとかで結構声質もこんなんなんで歌ってとかって言われることが多いんですよ。で、なんかそのアニソンを聞いて覚えたりとかすると、アニソンって深いいいなってなってきて、どんどん。そうだから、なんか見てなくても知ってるアニソンがいっぱいあるから。あ、確かに。なんかあのカラオケとか、テレビで流れてたりするものもあるから、結局友達とカラオケ行って友達が歌ってるの聞いて覚えたりとか、あとライブ活動を始めると、ライブの対バンの人が歌うじゃないですか。そうなの。だから原曲知らないけど知ってる歌ってめっちゃあるんですよ。わかる。その人のオリジナルかと思ってたらテレビから流れてきて、あれっていう。あれ、これってどっちみたいな。その方が有名だったのか、もともとそのオリ曲があったんだっていう。結構多いですよね、やっぱカバーされる方によって。そう、でも割となんかそのオリ、なんていうの、アニソンっていっぱいあるから、カバーされてるとそのオリジナル曲に聞こえてきちゃうっていうか、その人に合ってる曲調だったりするじゃないですか。で、結構本当に毎回歌、その曲が多分すごい好きで毎回歌ってる方もいらっしゃるから、そういうの聞くと、あ、オリジナルかなと思ったら違ってたっていうことも結構あって。めちゃめちゃあります、あれ。でもなんか自分のものにできてる感ですよね。なんかそうですね、音楽に聞こえるってことは自分のものにできてるから、あ、それも素敵だって、ね、思います思います。そっか、アニソンからこの世界に踏み込むきっかけにもなったのかな。そうですね、はい。じゃあ次の質問に行きたいと思います。子供の時好きだったアーティストさんはいらっしゃいますか？そうですね、あのマニソンの流れなんですけど、子供の頃からも林原さんが大好きで、そう、林原めぐみさんって声優さんなんですけど、まあ歌もすごい歌ってらっしゃって、そうだからもう、あ、もうやっちゃ歌ってましたね。お辞儀しちゃった尊敬のお辞儀しちゃったよ尊敬の意がすごいこもって伝わりましたよ。めっちゃ好きなんだなっていう。やっぱ声も好きだし、歌もうまいなと思うし、やっぱ好きなアニメの、ね、歌とか歌ってるので、すごい、やっぱめっちゃカラオケとかでも歌ってましたよね。歌いますね。で、なんか自分の好きな声優さんっていろんな出ててもほっって なんか気づきません？この人かもみたいな。あ、なんか声でわかりますよね、やっぱり。でもめっちゃ最近も声優さん増えたじゃないですか。でもやっぱ分かる人は本当にあって分かるので、あ、好きなんだなって思いますよね。なんか今自分が好きだなって思ったキャラクターの声がいつも同じ人なんですよ。あ、すごい。誰ですか？え？誰ですか？あのね、男子だと木村、あ、なんだっけ、木村よ、よし、あ、はい、よしって書いて、陽平さん、木村陽平さん。で、女子だと男の声をされてる方なんですけど、初太の声、あれはオーラン高校ホストクラブって知ってますか？漫画は読んでた。漫画読んでた。オーラン高校ホストクラブっていう初太の子の役をやってる声の人、女性なんですけど、その女性が男の子をやってる子が好きで、多分。なんて言うんだろう。さくらちゃん、ガードチャプターさくらちゃんとかもすごい好きなんですけど、なんかシャオランくんとかそういうショタの声をやってる女性の人がいつも一緒に。熊井もとかさんだよね。そう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 、そうです、そうです。そうなの、そういう人で、いつもショタ系が好きになると、同じまたこの女性の方が、みたいな。あ、やっぱ女性か、みたいな。すごい、なります。なんか声から好きになっちゃうってキャラクターもいますよね、きっと。同じようななんか性格を演じてらっしゃるとかもなんか多分あるのかな。この人はこの例えばこの人っていうのがやっぱあるんでしょうね、きっと。タイプのキャラクターに合うんだよみたいなのがあるのかなって思います。本当に、あ、コメントもね来てるんですよ。そういえば話飛び飛びなんですけど、あの頑張ってくださいとか、イビターンって、あ、ありがとうございます。叫んでる方もいらっしゃいます。これからもどんどん送ってくださいぜひぜひお願いします。次、はい、ご自身がシンガーとして活動し始めたきっかけ、これもあれだね、アニソン系のニソンだね、アニメ関連じゃない？アニメ関連っていう感じでもないんですけど、なんかもともと声優さんになりたいなっていうのがあったんですよ。そうで、
なんかその声優さんを目指しながら、まあ、なんかレッスン受けてライブもするみたいな企画団体があって、うん、でそこに入った時に、まあ初めては人前で歌うみたいなことをちゃんとやり始めて、あ、多分私はなんかその演技とか表現するっていう意味合いでは多分歌の表現が好きなんだなって思って、それで多分あの声優さんじゃなくてこっちの道に行こうって思いましたね。なるほど、はい、声優さんって今やっぱ何でもできるっていうか、そのそうですよね、アイドルじゃないですか。すごいですよね。アイドルやってるじゃないですか、皆さん。すごすぎてキラキラしてますよね。なんかもう本当にみんな可愛くて細くてダンスも上手くて、そうびっくりして。声優さんやっぱレッスンあるんですね。声優、あ、で、まあ、ありましたね。やっぱあのボーカルレ普通のボイスレッスンだったんですけど、やってました。はい、でも昔からやっぱキャラソンみたいな、キャラソンっていうんですか、キャラクターソング、うん、で昔アンパンマンとかもあるんですよ。私ちっちゃい妹がいるんですけど、うん、アンパンマンの CD にあのカレーパンマンの歌とか食パンマン様の歌とか、ドキンちゃんの歌とか、うんうん、引っ張って、いやこんな、なんて言ったら声優として見るアニメじゃないじゃないですか、アンパンマンのドラえもんとかなのに、うん、なんかそういうキャラクターソングがあるのがびっくりして。アンパンマンもあるんですね。あります。なんかそういう何 CD いつ流れたみたいな感じのCD なんで、ね、この曲いつ流れたんだろうみたいなのある。なんか多分あのテレビとかには流れてないんだけど、うん、っていうものってめっちゃありますよね。多分、うん、そうびっくりしました、うん、こんなに収録曲あってなんだろうって思いながら、でもたまに流れてる時あるんですけどね。なんかその映画のいいシーンで戦ってなんか撃たれそうな時に、うん、カレーパンマンの曲とか流れてくるんです。あの曲だってなりそうですね。みたいな、めっちゃ面白い。キャラソン、あ、じゃあ声優さんもなんだ、声優的なレッスンを受けてたって、ね、ちょこっと、うん、ちょこっと。だからトータルしても1年半ぐらいしか受けてないんだと思う。でも、あ、全然なんか滑舌とかもできないし、アクセントとか方言とかめっちゃすごい人なので。方言出るの？方言ちょっとありますよ。そうなんだ。はい、え、これどこのって言っていいやつですか？あの、愛知。愛知か。愛知の三河の方なんですけど。うわ、だから名古屋弁ではないんですよ。あ、そうなんだ。そう。美味しいものいっぱいありますね。美味しいものいっぱいありますね。あの、味の濃いものが。あ、ゆな好きなんですよ、味濃いもの。あの、塩分大好きで。あ、わかります。早く死んでしまうのかなと。そう思います。塩分型かなって思いながら。そう、塩分大好きで。まずい、2人が食べたらまずいし、ずっと濃い味のもの食べて。そう、だからもともと多分あの愛知県って赤味噌文化なんですけどね、うん、だから赤味噌、まあ、塩辛いっていうよりはもう味が濃いものが多分大好きで、ご飯止まらないなって感じなんですけど。いや、ご飯ともそういうのでいきますよね、味が濃い調味料みたいな。そうだから結局あの、普通に天ぷらとか、うん、あのフライ食べる時でもソースとか醤油とかダバダバかけちゃう人なんで。わかる。わかる。気をつけましょう。気をつけよう。早死にしちゃう。早死にするんで。パン置いて死んでっちゃうみたいな。まずいまずい。気づいたらね、あのあれゆりの家族のものですがとかってなんかツイッターでさ見るのやだよ。あるじゃないですか、最近ちょっとなんだろう、気持ちをねなんか病まれてしまって、まあ自分でっていう方のなんでご家族がツイッターでとかさ報告するじゃないですかね。まああとはなんだっけ、普通に、うん、なんか病気とか事故とかでもね、うんうんうん、やっぱあったりするんですけど、そうはならないようになりたいです、ね、頑張ろう。みんな元気に健康で元気にいきましょう。本当にそう、はい、なんでこの話になったんだろう。めっちゃ味の濃い話ですね。ずれまくっちゃった、申し訳ない。次、カランカラン。これないと多分まとまんないよな。これ、いやなんかさ、さっき楽屋でなんかそのトーク苦手なんですって言ってたんですゆりさん。苦手なんですよ。全然じゃないですか。でもあれゆなさんがうまいんだと思いますよ。いやでも楽屋もさ、ずっと1時間ぐらいずっと喋ってたじゃないですか。確かに。なんかそのノリで上がってきちゃってるね。そうなんで、テンションは全然上がってます。テンション爆上げでお届けしてあげます。普段喋らないんですか、そんなに。だからライブの MC とかめっちゃ苦手ですよね。何話していいか分かんなくなっちゃって、一応これ話そうと思ってることはあるんですけど、うん、結局なんか結構スポーンって抜けちゃってたりとかして、うんうん、はっつって、
そうだよね、なんかライブのお知らせだけに なっちゃうのも、そうそう、とりあえずお知らせを言わなきゃっていうのもあるんですけど、なかなかいろいろ抜けちゃいます、ね、最近ってライブ結構やってますか？やってますね、あの月に、多い時で7、8本、少ない時でも5、6本ぐらいとか。そうか、じゃあ週2とか、はい、週1、週2ぐらいやってます。土日、はい、土日に土日、平日もやってますね、うん、平日も会える方はね、やっぱ多いので、うん、平日だけ会える方も多いから大事。そっか、だからさ、いっぱいやってるとさ、これ昨日も喋ったなみたいな MC になるんですよ、結構。あれ、これいつも言ってないみたいな。いや、大事なことなんですよ、大事なことは2度3度ありますよ。もうそれ、なんかファンの人はさ、あ、これまた聞いたなって思いながらライブ見てんのかなって思う。急に我に返る。きっとあのお客さんも毎回違う人もいるから、うん、なんか知らない人に、今日初めて会った人に向けて喋ってる体ではいるんですけど、そう、対番の人とかね。自分なんか大丈夫かなって、 MC いうのも苦手で喋らないです。全然そんな感じしないです。なんかその今は自由なんですけど、うん、なんかライブ、今のユニットはすごい自由にやってるんですけど、はい、うん、ソロ活動だとソロの曲の世界観がちょっと決められてるっていうか、もうピシってあるので、なんかその曲調の間に喋っちゃうと、あれあれあれみたいななっちゃうんですよ。だからあんまりソロの時は喋りたくないっていうのあります。なんか、うんうん、この流れでね、聞こうと思った。ソロとユニットの時、はい、やってるじゃないですか、ソロともユニットも、はいはい、それぞれ意識していることとか、なんかコンセプトとか、なんかそうですね、コンセプト、まあ、もともとなんか大和なでしこっていう和風ユニットが始めたのがきっかけで今もやってるんですけど、やっぱ和風っていうのを意識したコンセプトになってますね、うん、ソロもやっぱりそこからやっぱ大和なでせっかくやってるから、ソロも和風を中心にやっていきたいなと思って、うん、衣装とか曲とかも和風調っぽいものを中心にやってるんですけど、やっぱユニットとかだと、あのメンバーがやっぱり歌がすごい上手いんですよ、うちのメンバー。それであとはパフォーマンスもすごい良くて、なので、まあ、あのそれに合わせてやるっていうか、一緒に作り上げていくステージを、うん、音だったりとかステージを作り上げていくっていうのとも楽しいですね。あとはまあなんかそんな感じです。特に何も浮かばなかった。え、なんか立場的なあります、ユニットの中のなんていうの、立場、立場ですか、なんか役割みたいな、役割ですか。、うん、聞きますか。待って、みんなざわざわしてるけど大丈夫。私変なこと聞いてる、大丈夫。ざわざわしてるんですよ。なんでも屋さんです。なんでも屋さんです。なんでも屋さん、なんでも屋さんです。どういう意味のなんでも屋さん。なんでも屋さんです。なんだろう、なんかユニットのメンバーがやっぱりあのすごい子たちなんですよ、ほんとすごいんですよ、なので多分何でもやります。はい、ゆりさんは何でもやります。何でもやります。何してくれるんだ。何をしてくれるんだろうか、すごく気になるんだけど。いや、何でもやりますよ。何でも何でもやりますよ。勧誘受けちゃったのよ。何でもやりますよ。何でもやってくださいみたいな、うん、何やる、例えば、普通に CD 焼いてったりとか、ああ大事、でも物販持ってったりとか、え、全員持ってこ来ないの、なんでゆりさんだけ持ってくるの、持ってくるの、なんで。多いじゃない。お金もやったりとか、お会計的な、そうそうそう、あのファンの方だから、いろいろ、まあ、それをまあ、まあ、でみんなに結局家で管理してたりとか、うわ、そうそう、一番重大な役割じゃないですか、間違えたら。そうなんですかね、でも誰がでもやろうともできるとは思うんですけど、だから何でも屋さんです。何でも屋さんかも、確かに、確かに。でもなんか物販の荷物とかを持っていく持っていかないってやっぱユニットの中であるんですよ、やっぱり。ありますか。あるんですよ、はい、今所属してるのはなんていうの、全部事務所が違う子たちで結成されてるので、各自そのなんか言い方おかしいですけど、そのいただいてるファンの方からのチェキ代とかっていうのは自分で持ち帰れる、うん、で、まあ、各自事務所によってその何割振りとかそのいただく額はもう全部違う感じなんですよ、うん、だからみんながみんな物販セットを持ってって、みんながみんな自分でチェキフィルムも持ってってとか、うん、なんかお衣装代とかも自分たちで頑張って出してとか、そういう感じで、うん、なんかもうフリーランスを個人でやってるみたいな感じでやってるから楽なんですけど、
なんかとあるユニットで事務所同じ子が2人、うん、私だけ違う事務所っていうユニットが過去にあったんですね、はい、ここでなんかここでどっちが物販持っていくとか、うん、荷物ちょっといっぱいだから持ってってとか、なんかそういうのを見受けたことがあって、うん、あ大変だなってちょっと思いました。ありましたよ、やっぱり。やっぱある？ありました。でもそれは自然的に決まったんですか、ゆりさんが持ってきますみたいな？いや、そんなことはないです。押し付けられてるんじゃないですか？みんなは忘れっぽいんですよ。忘れっぽいから自動的に私になっちゃったんだと思います。はい、しっかりしてるってことですね。かな。そうですよね。そういうことにしておきます。そういうことですよね。しっかりしてるからそのお金の管理も任せられるし、そう、なんか結局うちの場合はもう全部3等分って決まってるんですよ、うん、なので例えば物販での売り上げも全部3等分、うん、あ、そかそかそかそうそうそう、だから個人でなんかっていうよりはもう、うん、3人でやっていくみたいな感じでやってきてたので、そう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 、多分じゃないと喧嘩するよね、最初に決めて。絶対そう。で今もやってます。本当にそう、うん、なんか今私たちも大人なんで、なんかそういう、なんて言うんだろう、なんかお金とかの問題って一番怒っちゃいけないトラブルじゃないですか、分かってるんですけど、うん、なんかよく楽屋とかで、まあ、すごい裏話ですけど、なんかその若い子たちが揉めてるとかだと、かもちょっと、なんか大人からするとあーってなるじゃないですか。なんか大人しっかりしてとかなるから、そんなねのね、500円1000円ぐらいでも見てもしょうがないんだって。なんか誰が何枚チキ取ったとかさ、そうなんかやってるんですよ、うん、めっちゃ裏話しちゃってますけど。やっててそれでなんかそれほんと3等分とか、そうだ、みんなが結局みんなで助け合ってるやってるやっけだから、別にいいんだよっていう話で、そう、分かる。そうそうそう、何が一番とかじゃないんですよ、やっぱ大人になると。平和が一番。平和が一番。トラブルはノーで。もうトラブルで。本当にそう、はい、一番そう、なんか結成する時も、うんうん、なんかすごいすごいおばさんみたいなこと言うんですけど、若い子は入れないみたいなのがあるんですよね。若いですよ十分。もう芸歴数えちゃったら、まあ、みんな分かっちゃう。10代の子とかは若いですもんね。10代はちょっ と, はちょっとあの言葉が通じないというか。やっぱ違う、やっぱ、まあ、でも違うと思いますね。違うんですよ、なんかその価値観とか考え方が、そその10違うと、やっぱり10、20違うと全然違うと思う。全然違 う, うん、なんか活動でそのなんて言うんですか、みんなで上行くぞみたいなのって今ありますか？だから結局ユニット人の話に戻るんですけど、うん、まあ、今結局一人が地元に帰っちゃったんですよ。解散はしてないんですよ、うんうん、で、やっぱ大事なライブとかにも東京に来ますよっていう形ではあるんですけど、うんうん、普段なんか3人でちゃんと活動ができているわけではないので、うん、今やるぞっていうのがそこまであるかって言われたら、うん、多分例えば8月に私のバスデーライブがあったんですけど、うん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 、その時とかはじゃあバスデーライブ頑張るぞみたいなのもあったんですけど、うんうん、なんか目標が今そこにあるかって言ったら今はないんだと思います。そうですね、なんかその、はい、やっぱ年上がってきて、そのなんて言うんだろう、なんかこのステージ立ちたいとかすごいあるんですよ、うんうん、ユニットのメンバーもそれぞれここのステージ立ちたいねっていう目標は もちろんあるんですけど、うんうん、その楽屋で行った10代そこらのアイドルちゃんがなんかそのなんかライブ終わって泣き出しちゃったんですね、楽屋で、うん、なんか何があったかっていうと、なんか何かが間違えて悔しいとか、うん、なんかあって、なんかもうなんかこちらの人はぁーみたいな感じな感じで、なんかもう見ることしかできなくて、なんかもうすごい世界にいるなと思っちゃう。始めた当初はありましたよね、なんか例えばメンバーのねミスとか自分のミスとかがやっぱりお互いに指摘してどうのっていうのもあったりとか、うんうん、喧嘩してね、喧嘩まではいけないかもしれないけど。喧嘩しませんでした。喧嘩に近いものあったかもしれないですけど、やっぱあとはなんか一人のメンバーが武道館目指すとかって言ってて、いや武道館は無理でしょって心の中で思ってたんですけど、でも大きいステージ行きたいよねっていうふうに思って、そう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 、やってたりもしてたんですけど、わかるわかる。でもなんかなんだろう、昔は活動って結構もう10代ぐらいからやってました。10代ではないです、20代20代から、はい、そうか、なんか今10代のギリギリ10代ぐらいからやり始めたんですけど、
最初に所属してた、今の事務所じゃなくて、最初に所属してアイドルとしてデビューしたところが、うん、なんかその目標を持ってみたいなのめっちゃ言うんですよ。なんか言ってけみたいな、その目標だから、なんか自然とアイドルとしての目標ってなんかそういう武道館とかそれこそなるじゃないですか。なんか叶うわけないじゃないですか。急にだってなんかメジャーデビューをされてる事務所じゃない、うん、普通の方の地下アイドルって言われてる事務所で、なんかそんな急に大きい目標を掲げろって言われてもっていうのがあったんですよ、ね、当時、うん、なんか今思うとなんか若い子がそういう悔しくて泣いてるとか、うん、そういう子たちも同じことされてるんじゃないかなってなんか思っちゃって。まあだから例えばちっちゃい目標からいろいろあるでしょうね、うん、例えばじゃあこの、1年後に、うん、じゃあここの大きな箱を借りたから、うんうんうん、ここな絶対全員埋めるぞ、何百人埋めるぞ、うん、みたいな目標から、例えばオリコンチャートでじゃあ乗るぞみたいなのとかいろいろあると思います、うんうんうん、ある、うん、そう、なんかそういうなんか細かな、今こそそういうなんか CD 出したいとか、うん、ここ立ちたいっていう明確 なんか近場の、うん、なんていうんだ、ちょっと頑張れば届くんじゃないかなみたいな夢ができるんですけど、うん、幼い頃ってそんな分かんないからなんかいろいろ教えてあげたいなってなんか思っちゃって、なんかそういう子たちなんかどうなんでしょうね。まあなんか目標はある子もいれば、楽しいからやってる子とかもいるだろうし、うん、それ結構なんか差が、気持ちの差がさ、あるグループ、なんかもうすごい分裂する上でしちゃう。上がしっかりしてればね、意外とまだねいいと思うんですけど、そうなんか難しいですよね。なんかこの世界、うん、なんかだから人とつるむって難しいなって思っちゃって、人といるのって大変だと思います。よっぽどなんかそのなんかある意味割り切ることと、うん、そのお互いを需要し合うことが多分大事なんだとは思います。確かに確かに、はい、そうなんかソロやってるからこそ。やりたいこともできて、そうソロはなんかさっき言ったじゃないですか、ユニットのやりた、うん、意識していることとかコンセプトっていうと、うん、ソロはある意味自分との挑戦だなとは思ってやってて、やっぱり歌をもっとこんな風に表現したいなとか、うん、こんな風に聞かせたいなとか、うん、あこんな曲が歌いたいなとか、うん、なんかねかっこいい自分を見せたいなとかって思って、うん、なんか挑戦してますね。素晴らしい、うん、だから挑戦ですね、うん、ソロってある意味すごい、なんか挑戦、うん、まあ確かに、なんかでも確かにそうだね、若い頃と違って、うん、何かの夢に向かって頑張るっていうのはまあ応援してくれてるお客様にはすごく申し訳ないですけどなんか今はほぼないなっていうのは思います、うん、まあもちろんチャンスがあればいくらでも何でもって感じではあるんですけど、それこそアニソンとかさ、そうですね、だって狙えそう、うん、歌の活動を始めた頃はだって最初の夢はジブリの主題歌だったことですもんね。いいジブリいい、そうめっちゃ好きですよね。そううん、でも叶うと思う。なんかおアニ今流れてるのはゆりさん曲なんですよ実は、うん、そうなんです今流れてる、はい、これソレルさん聞こえてるのかわかんないですけど、それ流れててめっちゃかっこいいずっと裏で聞いてかっこいいないいなって聞いてました。かっこいい曲作っていただいて素晴らしいでございます。あかっこいい曲作っていただいてと言いますとね、はい、この質問コーナーにもあるんですけど、はい、オリジナル曲の、あ大きくしてくれた、あ大きくしてくれた、ありがとうございま す。さオリジナル曲の制作秘話など何かあったら教えてください。はい、今ちょうど流れてる CD なんですけど、うん、そのトランスルーセントワールドっていう10月の M3、 ユナさんも出られたって言ってた、うん、M3 で発売した曲なんですけど、まあこの CD にギターを入れてもらってるんですけど、うん、そのギターを弾いてくださってる方が10月にちょっとお亡くなりになってしまったんですよね、うん、それでいやなんかでも普通にそんなことないと思ってたから、うん、本当にちょっとびっくりしちゃってすごいやっぱ悲しかったですよね。悲しい、なんかその関わってる人、その直前まで関わってたのもゆりさんだし、うん、そういうのはそのさっきお話聞いた時に普通に対バンしてる方、昔から知ってる方だったから、そうえってなって、なんかそんな身近で起こったことがないんですよね今のところ、うん、その中でもっと近いじゃないですか。そうですね、制作者というか、うん、なんて言うんだろう、なんか曲作ってもらったりとか、うん、これはギター入れていただいてる感じなんですけど、
これは衝撃的すぎて、うん、だからまあ、うん、余計なんかこの曲は大事に歌っていきたいなって思ったところではありますね。本当にそう、本当にそう、いやびっくりでした本当に、なんか、うん、えショッキングっていうかなんかもう、えそう、だからだなんか一日一日大事にいけないといけない。本当にそう、うちら甘いも、あの味濃いも食べてる場合じゃないですよ。本当に味濃いも食べちゃダメなんですよ。水で流さんと、本当だ、水もいっぱい飲まないと。本当にダメですよ、うちら。頑張りましょう。頑張りましょう。本当に、もう CD かかってましたね。そうそうもね、ほんと衝撃的なエピソードでございました。はい、でも制作秘話っていうかオリジナル曲じゃないですか、はい、歌詞書いたりとかされますか？これは自分で歌詞書いてますね。あの今自分のソロのオリジナルが多分40めっちゃあるんだけど、待って何曲だろう、めっちゃあるんだけど、えユニット含めたらもっとありますもん。だってすごい、そうですよね。そっか、プラスでかっこいい。45曲ぐらいなんですけど、多分半分以上は自分で書いてますね。でもすごいやっぱりちょっとあのボキャブラリーとかがなかったりとか、いや詰まっちゃうんで、あの人にお願いしたりもしてたりとか。いや本当にすごいと思います。本当に言葉が出てこないタイプなんで、なんかえ本当にすごいと思います。歌詞書ける方、文章書ける方がもうすごいなって。いやだからなんか書ける人ってすぐ書いちゃうんですよ。なんであんなにすぐ書いちゃうんだろうって思って尊敬するんですけど、あの私の場合は本当に、うん、なんだろう、もう1週間2週間では書けないですね、うん、ああ考えてそう、とりあえずポッて出てきたりとか、とりあえずなんかあのあれ、あ夏休みの宿題と一緒でギリギリになったら出来上がったりとか一応締め切りがあって、そう、そのギリギリに出てきた、ポンってかっけみたいな、そんな感じになっちゃうことも多くて、すごい。え、なんかそのやっぱ歌い手さんでもあるから、その私もなんだユニットのダンスの振り付け、ダンスが得意なので振り付けをすることが多いんですけど、やってる途中で、あここの音拾って踊った方がいいなとかすごいなんか思ったりするんです。音を取って踊るタイプで、なんかその裏に入ってるギターの音とか、なんかそれでなんかやっていく中でこうしたい、ああしたいなって言って、でもダンスってぶっちゃけ変えてもファンの方もダンスをしっかり覚えてるってわけじゃないじゃない。なんかサビとかで同じ動きをされてる方はわかると思うんですけど、なんかみんないろんなメンバーがいるから、まあ、その子だけを見てたり、なんか全体見てたりして、そこまでダンスの変化は気づかれないんですけど、歌の歌詞とかだと変化はあるし、まあ、歌詞が途中で変わるっていうことってあんまないじゃないですか。なんかほとんどないですね。やっぱ一回あのまだでも CD にしちゃったらもうほぼないんですけど、で残っちゃうもんね。そうだそうだ。そうでもまああのなくはないんですけど、ある、あの1曲ありますね。だからつい最近のやつがあのレアだ、なんか CD にして発売した後に、うん、どうしてもこの2文字を変えたいって思って変えたんですけど、うん、あるんだ。でもあの発表して CD になるまでだったらちょこちょことはあります。うん、そう、やっぱこれこっちがいいなと思って。そうですね、なんか歌ってる中で歌いやすかったりとか、なんか出てくる言葉が合いそうだなって思って、うん、あとなんかやっぱ歌詞の意味がこっちの方が伝わるなとかっていうのがあったりで、そかそかそか、じゃあ変えることもある。ありますね。すごい、はい、こんな話気がない。できればあの CD 歌詞の後は変えたくないっていうのはあるんですけど、変えちゃったかこの間でもどうしてもね、こだわりがある分なんか、うん、変えてもそのこだわってるんだなって、まあ、CD バージョンとライブバージョンって思ってもらえばいいかなと思ってポジティブめっちゃいい。そうだね、確かに、はい、スペシャルバージョンとして受け取っていただいて皆様には。そっか、そんなこともあるんだね。そう、なんかダンスと歌ってやっぱ違うから。いやダンスもでもやっぱどんどん変わってきますよね。変わっちゃうんですよ。ユニットはやっぱダンスとかがあったんですけど、うんうん、やっぱ最初教えてもらって覚えたやつとその 2,3 年後とか 4,5 年後経った時になんかあれこれってこうだっけとかってあるんだりして、なんか毎日のようにやってる振り付けだったのに、なんか最初の映像とやっぱ違くて、あれなんかいつ変わったこれみたいな、ちょっと省略化されてたりとか変な
ニュアンス入ってたりとか。そう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 なの。しかもメンバーによってもバラバラで一緒に踊ってるはずなのにそこ見てないっていうのが多くて。そう結構ある、うん、なんか面白いですよね。なんかまあ癖とかで出ちゃうとかあると思うんですけど、ここまで違うっていうたまにあるから。でもその後覚え直すのができないんですよね。そう、あれっていう感じで染みついてるじゃ、染みついてる、ね、そう染みついちゃってけど、会員化されてる方が染みついてる、うん、簡単にしちゃうんですよね。そうなんですよ。結構踊ってましたユニットの時。ユニット踊ってましたね。そう、激しい、すごい踊り苦手なので。あ、そうなんですか。めっちゃ苦労しました。そうなんだ。踊れる方もじゃいらっしゃる感じ。そう、うちはあの私以外のメンバーが踊れるんですよ。みんな、あ、みんなみんな踊れるんですよ。で、私だけ本当に踊れなくてあの地獄のような日々がフリーレとか大変ですね。大変ですよ。だから例えば動画とかでこれを例えばあの何かのカバーとかするじゃないですか、うんうんうん、でこれをじゃあみんな覚えてきてって言われても、うん、私見ても全く分かんないんですよ。だからメンバーが優しかったんで、あの一からもう一緒にスタジオでもう教わってもうゆっくり踊ったのを動画で撮らせてもらって、うん、それを家で復習っていうやつじゃないとできない。やっぱそうですよね。振り起こしできない。そうですよね。なんかそのやっぱりなんだろう、うん、ちっちゃい頃から私はやっぱ習ってたから、そのすごい映像を見て覚えるっていうのが当たり前の世界で生きてきてしまってるので、うん、これを解明して覚えてレッスンに行く合流みたいな感じだったからできるんですけど、うん、やっぱ初めてダンスを触れるとかちょっとしかやったことないよって方だと入ってこない。できない。見てるだけじゃ無理っていうから、うちの、あのユニットも、まあ、アイドルやってるからそのアイドルダンスはできる、うんうん、みんなその人並みには踊れるけど全然なんか技術的にはできないよって子たちの集まりだったんで、最初その振りを解明して自分でなんかゆっくりその子のポジションで踊った動画を送って、うん、いいですね、またゆっくりやってえらいっていうのをやらないと全然入らない、うん、その1日目のレッスンが無駄になるっていうかなっていうのが。そうだから1日目のレッスンはどっちかっていうと振りを動画で撮らせてもらうことが目的だったりする。そう、あって解明するみたいな。無理だもん。そう、そうなるから、あと、あとは流れをつかむぐらい。あ、そう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 、あの場所とね。そうそう、なんかやっぱダンスレッスンも時間かかるし、うん、お歌はなんて言うんだ、一人で練習できるもの。そう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 、一応なんか一人でちゃんとね、うん、あの歌詞を覚えたりとか、うん、歌の練習したりとかして、でまあそれを合わせればいいんだけど、うんうんうん、なんか踊りをなんか頭の中で認識すること、体につなげることが本当にできなくて。そうだよね、難しいっていう。それ足どう動いたのそう、なんかこの動き何ってよくなんか連絡来てビデオ通話してたこのこの足何みたいなビデオ通話夜中にそうなんです右左みたいなやってました。でも私からするとあの歌の方が本当得意じゃなくて、うん、なんか音符も読めないぐらい、音域とかも分かってないぐらい本当にお歌が難しいので、なんか歌詞も覚えるのが苦手なんですよね。逆に言うと歌詞はスラスラ入ったりしますか。しませんだって覚えます歌詞って。いや繰り返しです。やっぱそうか。そうもう繰り返した後書くことですね。あ、書くの入りますよね。やっぱ書くの入る。だから書けるようにならないとステージで歌えないんですよ。そう、なんかなんだろう、白紙、もうライブの私たち白紙じゃないですか。もう内容がその何もヒントがないじゃないですか。たまになんか弾き語りの方で歌詞をここに置いて弾き語る方いるじゃないですか。うわいいなーってなんかでもですよね、あの手にちょこっとなんかキーワード書いてあるとかたまにありますけど。ありますユナもこうマイクは大体左なアイドルって左なんで、こっちで ここに歌詞書くんですけど、うん、照明で見えない見えないいやでもね、書くことに意味があるんですよ。見えなくてもいいんですよ。いいの書くと安心するの。あ、なんかそっ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 か、本当に詰まった時にハッて見るのなんかメンバーもなんかその歌うとき見えないからこの距離だと、うん、その歌アイドルって歌割りがあるじゃないですか。だからその歌割りがない踊りの時のなんかこうやって手を挙げるときにここに見えるからってここに書いて ありますあります。踊りながらブツブツ唱えて自分の番みたいな子もいて、そうだから結局あれですよ、例えばあの自分の歌わないときにこうやってふっと視線を下ろしてじゃない、視線を下ろした瞬間に見るっていうみんな器用にやってた。いや新曲披露の日とかね、
本当事故っちゃいけないので、なんかそのいつも立て曲ちょっと飛んじゃったとかだと、なんかまあたまに人間ってあるじゃないですか、飛ぶことって。それはまあハハハハハっていうそうなるけど、うん、新曲披露でなんか無言になったら妙に緊張しちゃうしね、みんななんか精一杯すぎて事件なんで必死だしね、顔もそう、あの新曲披露の時皆さんのこと見えてないです、一切終わったみたいな次は次あったやばい、2番の歌詞出てこない、どうしよう出てこないよって、ずっとぐるぐるしてなんか何次どこだっけみたいなもう全然見えてない、見えてない、本当にあれやっぱプロの方は、やっぱ私あのアイドルオタクでハロープロジェクトっていうモーニング娘さんが所属したところの箱推しも DD で大好きなんですけど、なんか今ハロープロ研修者の番組が夜中にやっていて、うん、すごいやっぱ練習してるんですよね、そのだからミスしないんだってなんかその思うんですよ、それぐらいやり込まないとやっぱライブ前っていけないんだなって思って、やっぱライブアイドルっていうの、地下アイドルとかだともうなんだろう、出ることがメインで、なんか練習より出ることの方が多いんですよね、やっぱりだからなんかいやちゃんと練習せなっていつも思います、思いますよ、思います、やっぱりあのちゃんとライブ行く前とかにスタジオとかに入って、うん、ちゃんと練習した時としてない時のグレードは全然違うので、本当に違う、だから前日でも前々日でもやっぱそのまあまあいつも歌ってる曲だったらまだね、ともかくちゃんとやんないと、そうなんか本当たまにいつもやってるのに本当にたまにとか飛んでっちゃうんで、あやってでも飛ぶもんなんですよ、そうなんで今抜けたんだろうみたいな、うん、なんかもうララララララ言ってでもあのそれがある意味生の、そうですね、ライブ感というやつで、そう確かになんか、はい、その見てるアイドル、私が見てるアイドルもたまに貸し飛びがあった時は、うん、レアで嬉しいですもん、こんな日もあるんだみたいな来てよかったみたいな、あの10回中7回か8回できてればいいと思います結構甘い、結構甘いぞいいんですか、2日に1回プロの方とかだと下にモニターあるじゃないですか、うん、昔のそうだ、ね、そう確かに、そっかそっかそっか、そしたらあと耳から入ってきてるから、彼女たちがそうだ、これありますもんね、確かに頑張ってますね、私たちまだ頑張ってると思います、頑張ってます、急に自分上げ始めた頑張ってますよ、私たち本当に、はい、練習しましょう、練習しましょう本当大事、練習は大事ってずっと思ってるんですけどね時間をね頑張って取りましょうね、はい、頑張ります、頑張ります、次、はい、あこれ聞きたかったの、ライブをやってきた中での印象的なエピソード、印象的なエピソードの一番最大の失敗、最大のやらかしを、やらかしが何でしょう、まあ今でこそちゃんと CD の盤面には、うんうん、あのサインペンでタイトルを書いたりするじゃないですか、うんうんうん、でも昔知らなかったんですよ、ボールペンで書いちゃいけないって、うん、あいやそうなんですよ、そう、あ知らなくてライブ始めて2年目ぐらいに初めてボールペンで書いたんですね、うん、例えばだからそのユニット名ヤマトナデシコって曲名書いたりとかしてライブ出ました、でリハのないライブでした、そうライブ中音が飛びまくってなんで音が飛びまくるんだろう、この PA さんダメなのかなって思っちゃって PA さんのせいにしちゃっててあんまりますねそうでもその時にあのでもその時は気づかなかったんでそれがいけなかったっていうこととか、でも後日なんか改めてそういう話を聞いた時にああの時私が悪かったんだって気づいてそうなんでですかね、なんかボールペンでその CD のところに、まあ、アイドルだったらそのライブ音源があって、うんまあ、私だったら毎週言うな 1ドラッグ目にこの曲が入ってますよって、まあ、分かりやすいじゃないですか、書くんですけど、それをボールペンで書いちゃいけない、あっ知識だ、揺れてますね、結構揺れてません、リアルタイムで揺れてるね、なんないね、でもあのピーピーピーっていうね、ならなかったですね、ちょっと話飛ぶんですけど、私最近電車の中で体験することが多くて、地震おー、あの時なんか転がったらどうしようってすごい心配になります、大きい地震とかだとね、あるかもしれない、結構ありますよね、なんか脱線っていうんですか、なんか車両が転がっちゃって、
あれが怖いなと思う。コメントは地震ですって言ったら地震ですね、結構いろました地震ですね、震度いくつぐらいだろう、皆さん大丈夫ですかね、多いですね、最近最近ね、ちっちゃいのがね、ちょこ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 ありますね、ここで地震が起きたら、どこに、あそこか、そこで逃げられるの、一応避難場所って書いてある。あと大きい机あるので、皆さんこの下に潜って、うん、あ、中隠れて私たちここの下に潜って潜ってそう、照明とかあるからね、そう、7階のスタジオだからね、やっぱちょっと結構揺れる、うん、揺れが大きく感じる可能性はあるんですけど、ちょっと地震情報分かり次第コメントいただけたら嬉しいです、うん、嬉しいですよろしくお願いします。ミシミシ来ましたって、やっぱいろんなところで、ね、やっぱり情報によると震度3、震源は千葉県北西部、おー千葉県多いね、結構ね揺れますね、本当に千葉県揺れるんですよ、なんか千葉県って台風かな、なんか風も来たり雨も来たり、うん、そうですよねすごいすごいいつも荒れちゃってて、なんかな、多分福島とか、うん、千葉県とかめっちゃなんか大変ですよね、うん、大変です、本当に、いつもだいたいその辺ですよね、福島が、うんうん、いやー、関東地震頻発かな頻発してますね、そうですね、まあまあでも今は多分続いてないから大丈夫ですかね、かな、うん、またもし何かあったら、うん、机に隠れる感じで、みんなで隠れたに逃げましょう、逃げましょう、うん、何の話してたっけ、あの CD にボールペンで書いちゃった、そう、 CD でボールペンをで書いちゃったんですよ、なんかあれが結局のなんでこっちがダメなのかなってずっと思ってたじゃないか、うんうん、ピカピカ光ってる方が、うんうんうん、でもそうじゃなくてこっちの後ろのなんかあの白かったりとか、そう方が大事らしくて、そんな知らないですよね、だからそれが削れちゃってたわけですよね、ボールペンで書いて、そう飛んでっちゃった、誰も教えてくれなかったの私もいつかの PA さんに聞いたんですよ、うん、ライブ会場の PA さんに、うん、ここボールペン、あの書いてなかったんですよね、うん、書いてないまま渡しちゃって、あ、すいません書くの忘れましたって言って、ユナが多分ボールペン持ってたからそれで多分これで書かれると思ったのか、うん、あ、ボールペンじゃない方がいいよって言われて、あ、そうなんだっていう、でも本当改めて教えてくれないから、結構運営さんでいると思います、ボールペンで CD 書いてアイドルに渡しといて、結構見かけますもん、ボールペンの CD、そうなんだね、大変大変飛びまくっちゃう、みんなボールペンダメ絶対ダメ絶対、 CD ボールペンダメ絶対、そう、それがやらかしか、確かにやらかしが、でも当初っていうか、その時はさ、なんか PA さんが悪い、 PA さんが悪いと本当に思っててなんか箱のなんか音響機材かなとかって思って、そういつも飛んだりしないよって、そうなる、なんでここ飛ぶのみたいな、そうなんだよでも意外とやっぱ音響トラブルが続く日ってあったりすると、ここの PA ダメなのかなとかなっちゃうんですよね、まあ、あとはなんか箱の関係でやっぱ揺れたりとかすると、お客さんがやっぱ飛んだりとかすると、なんか音がピョピョって飛んだりっていうのもあったりとか、あとはなんかもう CD とデッキとの相性が悪かったりするとダメだと思いますよね、なんか流れない時あるみたいで、そうなんか入ってませんって言われて、入ってますそう、家でちゃんと聞いたのに流れなかったりして、いつもやってますこれでっていう時が、なんか予備だから一回あったんですよ、あとで、あのアカペラで歌いましたもん全部じゃない、なんか最後だけ流れなかったの、あ、そうなんだ、そうだから最後だけアカペラで歌って、すごい、でもいやおかしいなと思って家で流したらちゃんと流れるし、だからあのちょっとちっちゃい CD デッキあるじゃないですか、 あれを買って毎回それで聴くようにしてるんですけど、やっぱ流れるよねって思いながら、そうですよね、やっぱあるんだ相性みたいな、そう結構トラブルが、それ一番ドキドキ、なんかライブ前に、うん、あの入れ替わって出演順が、自分の出番の前に、まあ、SE登場曲が流れるのを待ってる時があるんですよ、うん、なかなか流れなくて、え、これトラブってんじゃねみたいなえ、これ大丈夫っていう時がいっぱいあって、でもそういう時流れるから、うん、まあ、調整とかしてるんですけど、ほんとドキドキします、 CD 音源流れない、流れないとびっくりしちゃいますね、あと多分あの PA さんによって一回止める人もいるじゃないですか、いる、そうで止める時のその空白がちょっと長くなるあれここをちょっと待って、曲と曲の間にこんなに止まってるとちょっと気持ちの切り替えっていうか、なんか
この無音の状態をどうしたらいいっていうふうに。シーン。ファンの方も次なんだろうな。MC かな？ライブかな？みたいななんかなるじゃないですか。シーンってなってんのが。ちょっといたたまれない気持ちいいな。でも喋るわけにもいかないし、そうそうそう、なんかこの曲と曲の曲ね、つながりかっこいいからちょっと、ね、しっかり見せたいなって思ってもなんか無音っていう困っちゃう。なんでってなる。そう、難しい。でもやっぱそういうのは主催とかで、なんかそのリハーサルをちゃんとできる場所で、うん、なんかその、まあ、バッてバチッと決めればまあいいかなっていう。でもなんか結局音の確認じゃないですか、うん、リハーサルって、うんうん、だからリハをやってても、うん、一番歌ってる、じゃあ、うん、大丈夫ですって言って、うんうん、次もまた一番になったりすると、あ、そっか、結局つなぎがあんまり意味がない。確かにつなぎができない。そうだわ、大変。もうつなげるしかないですね、その編集の中。あ、確かに、つなぎを用意してもらえる。あくからね、間がね。そうすれば綺麗に作れる。そう、綺麗に作りたい。待って、うん、もうあと10分だ。あっという間すぎる。次、じゃあこれ、普段お仕事以外でどんなことが楽しみだったりしますか？楽しみなこと、うん、基本あのオタクなんですよ。お、何オタですか？はい、アニメとかゲームとか漫画とか小説、うん、ラノベ系が大好きです。あ、すごい、小説も。小説って言ってもラノベです。ラノベ、ライトノベル。あ、見たことあるよ。本屋さんでラノベって。そうそうそう、最近昔はなんか本買うしかなかったんですけど、最近もうね、スマホ開けばいっぱい載ってるじゃないですか。載ってます。漫画とか小説とか止まらないですよね。見放題だよね。見放題、ほぼすごい。なんか、あ、この輪が見たい、ここまで、このアプリはこの輪までしか載ってないと思っても違うアプリ開けば載ってたりするの。いいんだ、それ。そうある、ね、要はなんか、あるんだ。要はそのアプリごとに連載してるから。そっか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 。じゃあアプリもはしごして。アプリのはしごすごい。多分10個以上見てるから。すごい、大変。これ何見てたっけみたいな。そうそうそう、もう忘れちゃうんだけど、なんか毎日の、要は12時ぐらいに更新が入ったりするから、うんうんうん、そこからなんか見る時間が経っちゃう。アプリはしごいですね。アプリはしごすごいです。本当になんか本屋さんとか結構好きだったんですけど、まあ、漫画を集めるのとかが好きだったので。私も好きだった。なんか昔はね、行ってたんですけど、最近なんか発売日とかも全然忘れちゃうぐらいで、なんか携帯でパッて言ったら、あ、最新話見れるわみたいな。なんかもう時代は変わったなって思います。あとはやっぱりなんか電子書籍がやっぱ増えたじゃないですか。そうで、本買いたいんですけど、うん、スペースがないの。あ、確かに確かに。だからどうしても電子書籍に走っちゃう。めっちゃ早口かつ滑舌が。作業難しいですかね。電子書籍。言えないからもう言わない。諦めなきゃ。電子書籍。電子書籍。ただ電子書籍の悪いところは、うん、気づくといっぱい買っちゃうっていう。あ、もう無料。後払いじゃない。有料。あ、そっか。後払い。で、1ヶ月後か2ヶ月後かにクレカから。そうだ、クレジットカードって2ヶ月後とかだよね、大体。なんか、えってなる。なんだこれみたいな。そう、ある程度なんかご利用は計画的に。本当にそれ。本当にそれ。大事、もうスローガンにしたい。本当に。いやでもそのさ、本だと多分一個一個が安く買えるじゃないですか。その見るのにも100いくらとか、まあ300いくらとかさ、アプリで一番一番見るとそうなりますよね。そうですよね、分かんないですよね、どれぐらい買ったか忘れません。忘れると思う。はい100円、はい100円って思ってるとさ、なんか一応アプリで見るときはもう iTunes カードを買ってきて、私 iPhone なんですけど、うん、iTunes カードから買ってるから、これがなくなったら終わりなんですよ。なるほど、上限もあるみたいな。そう、そかそかそか。で、待てば読めるのに、待てないとそこで課金して読んじゃうっていうの。なるほど。大変です。沼ってますよ。沼ってもうだから本当ひどいんですよ。オタクです。一番はアニメ、アニメ、ゲーム、ラノベ、まあ結局そういうそっち系が。うん、もう全部並行に。お休みとかあったらもう全編なんかもなんていうの、ゲームして読んで。そうですね、だから今ゲームとかだと、まあ、全部スマホゲームがほぼなんですけど、スマホゲームもだから 3,4 個やってるし。
そうなんですよね。ゆなも気づくと携帯が横になってますよ。ゲームして、あやばい、息だ息だってなってますよ。携帯開かない時間がないですよね。ないよね。そう、通知とか拾ったらやばいですよね。やばい。さっきとかも本当にさっきじゃないか、なんか話してたじゃないですか、うん、スタジオとか入って練習しないとねって言っても、うんうんうん、スタジオでも休憩のたびに開いてるっていう。わかるわかるわかる。チェックする。回復してるね、スタミナって思いながら。え、どういう系のゲームしてますか？ですか、今やってるのが、うん、ツイステッドワンダーランドとか。あ、ツイステッドも好き。ツイステッド好きです。何推しですか？あれ、あのね、紫色の人、紫色の人、結構初期メンバーの紫色の人、うんと、あっちかな、リトルマーメイドの方か、それか、白雪姫の方か。リトルマーメイドの方。アズルさんかな。名前が全然わかんない。メガネかけてるかかけてないか。かけてない。じゃあ双子だ、双子。うん、それかも。双子のどっちか。そうか、か、あの黄色い人。黄色い人。オオカミ。ライオンキングのとこかな。ライオンキングのとこの、ね、うん、なんか耳生えてる黄色い人。黄色い人、ラワイルド。あと、あとでじゃあ画面見ながら。これって。あと、なんか馬娘とか。あ、育成系か。なんてんだろう、なんか学園ものでもあり、戦ったりみたいな感じ。そうですね。みんな今ハマってるのは、はい、あの LINE のゲームの、あの牧場？農場？農場やるやつ。トウモロコシとか育てるやつ。牛さんとか。そういうなんかほのぼのした牧場物語みたいなゲーム大好きで、うん、あ、でもね、この間それを言うのをやりたくなって、うんうん、なんかピグライフってゲーム始めました。あ、あるある。そう、昔なんかうん、ピグ、ピグ、うん、アメーバピグっていうのをね、そのサイトやってたんですけど、うん、なんか調べてみたらアプリ版になってて、あ、そっか、パソコンに行ってたんだっけな。そう、パソコンの時代。そうだ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 、懐かしい。そう、それを今もアプリでやってます。できるんだ。なんかそういう、私あのサンリオのオタクでもあるんですけど、サンリオキャラクターが結構そういうピグ系の、うん、そう、めっちゃコラボしてるの。やってますよね。アバターでもめちゃくちゃ可愛くてやりたくなるんですよ。あれあれはちょっとひどい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 作手ですよ。ひどいです。やっちゃいますもん、本当にひどい。ね、でもあとね、3、4分なんだよね。あ、じゃあ最後のこれ質問聞こうかな、はい。今後の活動で目指していることや野望。目指していることは、うん、やっぱりいい歌を歌うことです。おー、素敵。お歌をね、届けていくという感じで。はい、じゃあ最近、最近じゃない、近々、なんかその、大きいイベントとか、なんか出演するイベントとか、告知みたいなのあります？近々で大きいものっていうのは実はあまりないんですけど、 いつも出てるライブとかがやっぱ主には今になってるので、うん、もしライブの情報とかはよかったらツイッターとか、うん、ホームページとか見ていただけたらなと思います。ちょっと先々長いんですけど、はい、うん、来年の8月の27日、お客さんに聞いてる。27日に、うん、あの私8月24日が誕生日なんで、うんうん、バースデーの関連でちょっとワンマンライブをやりたいなとは思ってまして、はい、ただまだ内容が全然ないよって感じで、どうしようかなっていう感じにはなっております。うまい、ギャグもらいました。いただきました、ギャグ。いただきました、ギャグ。居酒屋みたいなのそういうやつ。いただきました。あとはなんか、うん、この間 M3があったばっかりなんですけど、 M3 で CD も出しまして、その CD も絶賛発売中なので、お手に取っていただけたら嬉しいです。ぜひ CD もね、はい、あとは4月の終わりにまた M3 やるんで。あ、そうか、春4月30日かな、まだ申し込み始まってないとは思うんですけど、なるほど。もしいたら、結構 M3 参加してるので、はい、もしあったらね、お願いします。ぜひよろしくお願いします。挨拶しに、同じホールだったら挨拶しに行きます。そう、結構ホールが分かれちゃうんですよね。知り合いとか、なんか、あ、そっちなんだ、遠いな、みたいな。そうなんですよ。ブーズ離れらんない。はい、一人ですね、一人なので。だいたいね。そうか。なんで、同じホールの人にはなんか挨拶行くんですけど、うん、オープン前とか、うんうん。違うホールの人に挨拶行けなくて。そうなんですよ。いろいろ難しいですが、またどこかでね、会えるかなと思うので。はい、ぜひぜひ。その時よろしくお願いします。では次のね、告知させてください、はい、次回のユナイトミュージックは12月15日木曜日、9時からです。年内最後ということで、私が所属しているユニットのフェネージュが登場します。イエーイ。ということで、
来月も楽しみにしていてください。ではでは、なんか感想とかありますか？はい、すごい緊張してて、なんかライブとかでもやっぱさっき言った通り、ゆなさんも私もユニットだったりするので、うん、そんなに話す機会がやっぱりなかったんですけど、うん、なんかめっちゃ話しやすくて楽しかったです。嬉しい。今後ともよろしくお願いします。仲良くしてください。仲良くしてください。まずゆりさんも何年も前からもう知ってる仲なので、ね、本当に再会できて嬉しかったので、これを機にね、はい、また仲良くなれたらなと思います。よろしくお願いします。ぜひぜひ本当にお願いします。それでは今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。